皆さんこんこにちはウィィズペティ犬猫病気典です今日は犬のフィラリア症について症状原因後発品種予防方法治療方法の順に解説しますそれでは早速始めましょう犬のフィラリア症とはフィラリアの心臓に対する規制が引き起こす疾患です 犬の血液内で生活し心臓に寄生するフィラリアが原因となる感染症ですフィラリアは犬死状虫とも呼ばれます寄生によって心臓や肺に高負荷がかかり様々な症状が引き起こされます蚊によって媒介されるため感染を広げる力が強く予防が非常に重要な感染症ですまたフィラリアは 日本全国に分布しており、未だ発生が続いています。犬のフィラリア症の症状とは、運動不耐性や呼吸器症状、腹水、大腸脈症候群などを引き起こします。肺動脈や心臓に寄生することで、血流や心臓の弁の適切な働きを妨げ、心負担の増大や肺高血圧症を引き起こします。 散歩を嫌がる疲れやすいなどの運動不耐性呼吸が浅く速い咳が出る粘膜が青白いなどの呼吸器症状が見られます血管内で寿命を迎えたフィラリアは血流に乗り肺や腎臓肝臓などの毛細血管を詰まらせ臓器障害を引き起こします心機能の低下によるうっ血臓器障害による 血液成分の変化が原因になり全身の血管から水分が血管外に漏出することで腹水の貯留浮腫などの症状が見られます最終的に心臓肺腎臓肝臓などの非常に重要な臓器が同時多発的に障害され死亡しますフィラリアによる大静脈症候群。 フィラリアの寄生により急性で致死的な大静脈症候群が引き起こされることもあります。これは心肺に多数寄生したフィラリアが、全身から血液を心臓に送る大静脈と、その血液を受け取り肺へと送るポンプである右心房室を促進させる疾患です。湿疹や虚脱、窒息、重度なチアノーゼ。 血液のような色の尿などの劇的な症状が見られ、DIC やショックによる多臓器不全を併発し、早急の外科的な処置を行わないと死亡します。犬のフィラリア症の原因とは、蚊の吸血によるフィラリアの寄生が原因になります。蚊の唾液中に潜んでいた幼虫が、吸血時に体内に侵入することで、 感染が成立しますミクロフィラリアは成長の過程で血液内に移行し心臓と肺を結ぶ太い血管に寄生します体長10センチ前後ほどの長さの成虫が肺動脈や心臓に多数寄生することが原因となり様々な症状が引き起こされます犬のフィラリア症の後発品種について 全犬種で後発します。フィラリア症は感染症であり、後発犬種はありません。犬のフィラリア症の予防方法について。定期的な予防薬の投与を行います。動物病院で処方される駆虫薬で予防できます。フィラリア駆虫薬には1ヶ月ごとに投与するもの。数ヶ月効果が持続するもの。 1> 1年のの間、効果がが持続すす。るものがありま子犬に対してはアレルギーなどの副反応の可能性が比較的高く体重の変化による投薬量の調整が必要なため1ヶ月ごとに苦虫を行うことをおすすめします体重体調が万全な政権においては生活スタイルに合った薬を選択することができますフィラリア虫薬は、 ミクロフィラリアの寄生を予防するものではなく寄生したミクロフィラリアを死滅させるものですそのためミクロフィラリアを媒介する蚊が発生する1ヶ月後から蚊のいなくなった1ヶ月後までの間苦虫を続ける必要がありますコリー系の犬種ではフィラリア苦虫薬の一部に対して重篤な副作用を持っています ネット通販で販売されているフィラリア予防薬の購入は危険です。必ず動物病院で診察を受け、薬を処方してもらってください。犬のフィラリア症の治療方法についてフィラリア中体の除去を行います。ミクロフィラリアの感染に対しては定期的な口虫による駆除が最も有効です。 感染が進んでしまいミクロフィラリアが成虫になってしまった場合は、寄生の程度により治療が異なっていきます。予防で使用されるフィラリアの駆除薬は、ミクロフィラリアにのみ効果があるものが多く、成虫の感染に対しては他の駆除薬を合わせて使用します。高度な感染状態に対して成虫を駆除する薬を投与すると、一気に多数の成虫が死滅することによる、 中体成分が血液中に流れ出すことによるアレルギー反応により犬の病状がが悪化すす。る可能性がありますこの場合フィラリア駆除薬を使い年間を通じて連続投与することで寄生している成虫の世代交代を防げ寿命によって緩やかに死滅させる方法を選択することがあります。 大腸脈症候群に対しては、緊急の外科的な処置を行います。首の腸脈から器具を挿入し、直接中体を除去します。本日は以上となります。今回の動画で大切な愛犬の健康維持のお役に立てれば、大変嬉しく思います。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。 今後も犬の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方は是非チェックしてみてくださいではまた次の動画でお会いしましょう本日はありがとうございました